おはようございます、ななみです。今日はアフレコで一日を振り返っていきます。まずイニスフリーの導入美容液、これは化粧水、キールズのクリーム、これを塗って朝のスキンケアは完了。そしたら目が悪すぎるのでコンタクト、グイ、あ、これはリピートしすぎてるエスポアの日焼け止めですね。ナーズのパウダーを塗りたくる、グッド。たらエチュードのなんだこれ、眉毛描くやつね。眉毛描いて眉マスカラして、朝ごはんと昼ごはん作ります。たらはい完成、お弁当持っていきます。なんか最近はコンビニとかで買わないでお弁当持ってくのにハマってます。理由はあんまないそしたら弁当とかおにぎりとか袋に詰めて、あ、これは無印で見つけたコオロギチョコです。ちょっと食べてみたくて。そしたら学校行く準備します。 iPad、 筆箱、教科書持って、 Let's go。 はい、この靴ね、コンバースの厚底レア物で可愛いです。一目惚れして原宿で買いました。寒い。はい、ヨーグルトね、お腹の調子整います。なんか授業部屋真っ暗で眠気がすごいです。そしたら一限終わりに朝ごはんのおにぎり、あっという間に 2,3 限過ぎてお昼の時間です。どう、美味しそうにできたでしょう。ほら、お弁当が美味しそうって友達に自慢してます。あ、ね、友達のプライバシーを全力で守っていきます卵焼き上手にできた。はい、今日もすごい美味しいお弁当でした。そしたら午後の授業です。もう午前と比べて比べ物にならないぐらい眠い。そしたら今日は部活までちょっと時間があったので図書室で勉強します。 iPad 広げてペン出して、はい、これ教科書で勉強してます。消化器ですかね。そしたら、はい、さっきのコオロギチョコを部活前に食べます。これは可愛い後輩たち。あ、で部活では私ガールズヒップホップっていうのやってて、今日は K-POP のカバーダンスしました。これ知ってますか。インスタ上げたんですけど、アイドルのヌードです。イエイ。後輩も同期もいっぱいいます。私リーダーしてるのでみんなに振り付け教えるんですけど、毎週とっても楽しくやってます。そしたら今日はね、ちょっと部活があるの、あ、部活の後にバイトがあるので一足お先に帰りました。はい、到着。すごい寒そうですね。寒いです。そしたらバイトは今日はオンラインでやりました。なんか、はい、やりました。そしたら最後お風呂入って寝る前にホットミルク飲んで、おやすみなさい。